はい、今日の水戸川です。今日のご飯はきのこ鍋、エリンギ、しめじ、ひのき、それから、舞茸、で、まあ、人参とかね、菊のが入ってます。ほんでこれ自家製の水おろしです。それではいただきます。結構好きなんですけどね。うわっ、では演技風がありますわ。しめじくん、うまい。待って、毎日の食事、記憶してますけど、一人暮らしの時は、何食べてたのかなって、思っちゃいますね。学生時代、バイクが好きで、気をついたんですよ。そんな中で店に入って食べたりしたのかな。もちろん自炊でしたけどね。休みのために、チューリング行ってたんですけど、ある日ですね、一人で走ってたのかな。夜中までじゃないや。夜の9時頃、田舎道走ってたんですね。
んが道路をスーッて動いてたんですよ。確かに道路を生きてましたね。でも下半身は裸なんですよ。で、そこにいつも何もいないし、どうにかして先輩に「うちも頼みましたよ」って言ったんですけど、何バカなことしてんだって。あれじゃないの？うちのサプレーかなんかじゃないの？って言われて、そんなのあるのかなって思いまして、毎度の前でも謎ですね。問題の何様ちゃんとは徐々に窒息が続いています。痛みもおおらかになりました。本当に助かりましたね。病院中華さ、まあ、こういうキノコ類は案外食べやすそうで食べにくいんですよね。どうしても下の真ん中にいっちゃうから、箸でつついながら食べないとダメなんですよね。あそこさん、お前さん、鶏のもも肉、
山行くと、キノコがね、たくさん生えてるんですけど、どれが食べられるのか、全然もしませんね。毒キノコとか、多いですからね。鍋は温まるわ。すごい。まだまだまだ。ヘリ君。
最近比較的なんていうんですかね、あの毎食1日3回バランスの取れた食事をするんで体調がいいですね。まあキャンタマニャンゾロが予想外の出来事でしたけども、キノコが洗わず食べちゃった。人参が甘い。うまっ。うん。家でゆっくり食べるのがいいね。食べにしても。さあ、それでは今日も一日ありがとうございました。ごちそうさまでした。